こんにちは、栄養ラボです。皆さん、ゴーヤお好きですか？切ったらこう、種とか綿とかこんな感じですよね。でもこれもゴーヤです。こんなゴーヤに出会ったことありませんか？色もすごいし毒々しい。でも大丈夫、これはね、食べられます。今回は脂肪が気になる人必見、赤い種の栄養とゴーヤとの食べ合わせで味も免疫も上がる簡単レシピです。熟成方法もお話ししています。ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。それではスタート。ゴーヤは熟れるとこうなります。種は真っ赤になってぬるっとしたゼリー状で甘い味ですよ。身の方の苦味は少し減ります。ゴーヤ全体を見た時にこのようにね、少し黄色っぽい部分が出てきたら真っ赤な種が出てくる可能性があります。気になるゴーヤの種の栄養は強薬リノール酸という成分です。脂肪の分解を活発にする働きがあります。肥満予防や改善の効果が確認されています。これは食べなきゃもったいない。次は完熟ゴーヤの簡単レシピです。まな板は色付き専用のものがあると良いです。半分に切ったら種を取りますが、スルーッと簡単に取れます。なんかね、空洞の中に赤い宝石が散りばめられてる感じです。赤い部分を食べ終わったら後でお見せしますね。お楽しみに。太いゴーヤで27個ありました。そういえばね、いっぱい詰まってるはずの綿もないんですよ。中は薄いオレンジ色です。全然違いますね。半分に切って重ねて切ります。ゴーヤの栄養は何と言っても苦味が気になりますよね。食欲増進や血糖値を下げるモモルデシンという成分があります。ビタミン、ミネラルはむくみ予防のカリウム、抗酸化作用やコラーゲン生成に必要な美肌作りに大切なビタミン C、 丈夫な骨作りのためのビタミン K、 赤血球を作るのに必要な葉酸があります。身の内側もぬるぬるベタベタしていて、こうやって色がついちゃいます。味と栄養の相性が良いトウモロコシを使います。ゴーヤの苦さがトウモロコシの甘さをより一層甘くしてくれます。とっても美味しいですよ。トウモロコシは電子レンジで600ワット2分したものです。ビタミン C の多いゴーヤが亜鉛の多いトウモロコシをバックアップ。意外と知られていませんが、亜鉛は抗酸化や成長、解毒や免疫に大活躍のミネラルです。トウモロコシ 100g で卵2個分の亜鉛が取れます。ゴーヤとトウモロコシは味も栄養も相性が良いです。交互にボウルに入れて塩麹で味をつけます。まだ出来たてほやほやの塩麹です。オリーブオイルを加えます。多めのごまが美味しいのでたくさん入れます。苦味と甘さにごまのコクが加わります。完熟ゴーヤの作り方です。普通に購入したゴーヤを常温で1週間放置するだけだそうです。今回のゴーヤは
購入してから2日経ったもので黄色くなってきたので切ってみました。完熟までは行ってないと思うのですが、立派な赤い種でした。あまりね、大きすぎても腐ってしまうので頃合いが難しいなぁと思います。真っ赤な赤い実も食べ終わりました。実は食感も柔らかくなって色もオレンジ色になってとろっとした感じになります。赤い種は食べても大丈夫です。甘いゼリーのような感じです。食べ終わってきれいに洗ったのがこちら、いつものゴーヤの3分の1ぐらいの大きさです。ちょうどピーナッツぐらいの大きさと色かなと思います。いって塩をかけて食べてみましたよ。正直硬くて美味しいというわけにはいきませんでした。中の種の美味しい食べ方があるよっていう方はコメント欄で教えていただけると嬉しいです。苦すぎるゴーヤが苦手な人やこの真っ赤な甘い種を食べてみたいなと思った方は完熟ゴーヤを作ってみてください。不意に出会っても食べられますので大丈夫です。